アイザック・バッツはアメリカ合衆国のプロバスケットボール選手である。ポジションはセンター。B リーグ、コシガヤ・アルファーズに所属している。NCWA ディビジョン1のサザンカンファレンスに属するアパラチアン州立。大学時代には2004から05シーズンにアイシン・シーホースでプレーしたジェイソン・カペル HC の下でプレーした。2012年の NBA ドラフトでは指名なしだった。 2012から13年シーズンには NBL カナダのモンクトンミラクルズでプレイし、オールスターゲームに出場。新人王を獲得し、オール NBA カナダ、オールディフェンシブチームにも選ばれた。2013から14年シーズンは、バスケットボールブンデスリーガの SC ラスタ・フェヒタでプレイした。2014年には NBL の兵庫ストークスと契約。 2014から15年シーズンには平均15.56リバウンドを記録してリバウンド王のタイトルを獲得し NBL 屈指の巨漢センターとしての地位を確立したこのシーズンの兵庫ストークスの外国人選手はバッツとウィリアムナイトの2人のみであり身長が200センチを超えるのはバッツだけだった2015年7月30日には NBL のンシーホース三河に移籍した 2015から16年シーズンはフィールドゴール成功率65.5%がリーグ1位を記録した。2016年に B リーグが発足し、ICC4 ス川カが C4 ス三カに名称変更してからも在籍し続けている。2017年3月12日の仙台十9アーズ戦では24リバウンドを記録し、栃木ブレックスのライアンロシターが持っていた。 B リーグの一試合最多リバウンド数を更新した。2016から17年シーズンの平均リバウンド数11.7はロシターと川崎ブレイブサンダースのニック・ファジーカスに次いでリーグ3位だった。2017から18シーズンの平均リバウンド数10.3はファジーカスに次いでリーグ2位だった。2019から20シーズンもシーホース三河との 契約継続が発表されたが、メディカルチェックを受けた結果、検査の重要項目について、契約を継続できないという結果が出たため、契約解除となった。2020年1月、富山クラウジーズと契約。2020年7月、B2 リーグのコシュガヤアルファーズと契約した。ありがとうございます。